ダルベル人テッペ遺跡の移行を種ケ検討にある人員本項目では、ウズベキスタンの仏教について記述する。2001年度におけるウズベキスタンにおける仏教信者の割合は全人口の約0.2%であり、そのほとんどを高来人が占める。ウズベキスタンにインドから仏教が伝わったのは、 クシャーノ朝時代の起源後一世紀頃と推定されており、アムダリア川沿いで古くから都市として発展したテルメズには当時の信仰を忍ばせる仏教遺跡が点在している。カラテパ遺跡には寺院、仏塔、僧望跡がファヤズテペ遺跡には三尊仏と僧院及び二世紀頃に建造されたレンガ造りのストゥーパがスルハンダリア州北部のダルベルジンテペ遺跡には 仏教寺院跡が残っている。テルメズでは1世紀から7世紀頃まで7世紀に渡り、主要宗教として信仰されており、ウズベキスタンにおける仏教は、テルメズにおいて2から3世紀頃に仏教建築の最盛期を迎えたが、イスラム王朝であるホラズム社長が11世紀に成立すると、偶像崇拝を禁止するイスラム教の教えから仏像が破壊され、 13世紀には信仰されることがほとんどなくなったと考えられている。現在では、テルメズの遺跡のほか、フェルガナ州のクバに古代寺院の遺跡が残っている。ありがとうございます。